今回は、江戸川乱歩の、黒トカゲを、朗読します。時は1934年、昭和9年の冬、東京にある名探偵明智小五郎の事務所に、大阪で宝石商を営む岩瀬という男が訪ねていた。恐ろしい悪魔があなたのお嬢様を頂戴に伺います。そのような手紙が2週間も前から毎日配達されておるんです。差出人の名は？ありません。でしょうな。で、消し印もバラバラと。そうなんです。初めのうちはただのいたずらやろと気にもかけないでいたんですが、だんだん気味が悪くなってきて警察にも届けたんですが、この手紙の主を突き止めることはできませんでした。それで私にどうしろと？明智先生を見込んでのお願いです。娘の早苗を守っていただきたい。一週間後に娘を連れてまた東京を訪れます。商用の他にある名家との縁談がまとまりかけているため、早苗を引き合わせないとならんのです。一週間後ですか。ですがまだこの手紙が本物の犯罪予告であるとは言い切れませんよ。いや、そこをなんとか。大阪の自宅ならいざ知らず東京で歩くとなると不安でたまらんのです。一緒にホテルに泊まり込んで行動を共にしていただけませんでしょうか。弱りましたね。明智先生、何とかお願いします。明智はあまり乗り気ではなかったのだが、岩瀬氏のたっての頼みを断りかね、誘拐に備えることになった。一週間後、東京のとある暗黒街のナイトクラブ、酔いどれたちが快楽に身を委ねていた。女王様のご登場だ。諸君、ごきげんよう。僕はもう酔っ払っているんです。しかし飲みましょう。そして踊りましょう。女王様万歳。暗黒街の女王、通称黒トカゲは、その美貌、ずば抜けた振る舞い、底知れぬ贅沢、おびただしい宝石の装身具、それのどれをとっても女王の資格は十分すぎるほどであったが、彼女はさらにもっと素晴らしい魅力を備えていた。女王様、いつもの宝石踊りを所望します。大胆不敵なエキシビショニストでもあったんだ。人々の円陣の中央で暗黒の女王は白く輝く裸体に転じていた。彼女の美しく蒸気した肉体を覆うものは、見事な輝きを放つ宝石以外、一本の糸、一枚の布さえなかったのだ。おい、黒トカゲが這い始めたぜ。彼女の左腕に一匹の真っ黒なトカゲが這っていた。それは腕の揺らぎにつれて肩から首、そして真っ赤な唇までも這い上がっていきそうな真に迫った一匹のトカゲの入れ墨であった。彼女が黒トカゲと呼ばれるゆえんである。ありがとう坊やたち、今日はここまでよ。宝石踊りが終わると、感激した酔いどれ紳士たちは彼女を胴上げにすると、そのままバスルームへと練っていった。これを打ち止めに人々は三々五五帰り去った。その中にしおれ帰って哀れに取り残された一人の若者がいた。キザな風体の筋骨たくましい一癖ありげな男。純ちゃん、待たせちゃったわね。うるさい坊ちゃんたちをうまく巻いてやっと引き返してきたのよ。さあ、あんたの一生に一度のお願いっていうのを聞こうじゃありませんか。ここじゃダメです。人に聞かれるとまずいから。ええ。じゃあ外で。工事中の大通りならこの時間は一っ子一人歩いてやしないわ。
純ちゃんに似合わないひどいしょげ方ね。殺したんです。まあ、誰をさ。色ヶ滝です。それと付き合ってた女、朝になったらバレるに決まってますね。マダム、あなたはいつも僕を恩人だと言ってくれますよね。そうよ、危ないとこを救ってもらったことがあるもの。高飛びの費用を1000円ばかり僕に貸してください。そんなのわけないことだけど、あんた逃げおおせると思ってるの？じゃあこのまま東京に隠れていろって言うんですか？そうね。ねえ、純ちゃんのアパートの部屋は5階だったわね。だけどそれがどうしたって言うんです？うまいことがあるのよ。全く安全になれる方法があるわ。何です、それは？あなたが死んでしまうの。雨宮純一という人間を殺してしまうのよ。え？何ですって？純一青年はポカンと口を開け、暗黒街の女王の美しい姿を見つめるばかりだった。彼女は10分後に戻ると約束をすると暗闇に消えていった。10分後、彼女は車に乗って純一を迎えに来た。さあ、夜明けまで時間がないわ。急ぐわよ。この後ろにある大きな袋、何です？その袋があんたを救ってくれるのよ。麻袋が？一体これからどこへ、何をしに行くんです？何にも聞かないって約束じゃないか。僕を信用しないとでも言うの？降りるわよ。手袋をはめて帽子を目深におかぶりなさい。さあ、その袋を持って僕の後からついてくるのよ。マダム、ここは大学の校内じゃないですか。物を言っちゃダメ。彼女は空き地の真ん中にある洋館に来ると合鍵をポケットから取り出した。強烈な消毒剤の匂いが一種異様な甘酸っぱい匂いと混じって純一の鼻をついた。ここが目的の場所よ。何を見ても声を立てたりしちゃいけませんよ。懐中電灯の明かりの中、純一の目に地獄の光景が映し出された。それは大きさ6畳ほどの広さの浴槽のようなもので、老若男女の全裸の死体がうじゃうじゃと積み重ねられていた。驚くことなんかありゃしないわ。これは解剖実習用の死体置き場なの。ここは医学学校だからね。ほら、これよ。この若い男、昨日死んだばかりなの。どう？この死体では。どうって。背格好も肉付きもあんたとよく似ていはしなくって。違うのは顔だけじゃなくって。ようやく純一は彼女の目論見が分かった。この死体を純一の身代わりに立てようというのだ。明け方、国内有数の帝都第一ホテルに毛皮の街灯に包まれた美しい女性と一人の男性の同伴者が現れた。お帰りなさいませ、緑川様。この方はお友達です。私の隣の部屋が空いてましたわね。あそこを手配してくださらない？かしこまりました。そう、この緑川と呼ばれる女性こそ暗黒街の女王、黒トカゲその人である。同伴の男性の年齢は40歳ほど、口ひげと鼈甲縁の眼鏡が特徴の政治家めいた男だ。彼は黙ったまま帳簿に署名をすると、夫人の後を追っていった。署名は山川健作となっていた。このうるさいつけひげとメガネ取っちゃってもいいですか？それは純一青年であった。あー、たまらねえ。この手にまだ匂いがついてるようだ。僕はあんなむごたらしいこと生まれて初めてですよ。よく言うわね、生きた人間を二人も殺したくせに。さっき僕のアパートであの死体の顔を鉄棒で叩き潰した時の気持ちったら、それからあいつをベランダから落としたとき、はるか下でぐしゃっ、うわたまんねえ。弱虫ね。いい？ここにいるのは
山川健作というれっきとした学者先生じゃないの。しっかりしなきゃダメよ。しかし大丈夫ですか？大学の死体が紛失したことがバレやしませんか？あそこの事務員は僕の子分だと言ったじゃないか。今学校は休みで先生も生徒も言いやしない。係の事務員が帳簿をちょっとごまかしておけばそれで終わりよ。それより純ちゃん、あなたは死んでしまったのよ。それがどういうことだかわかる？つまりあんたという新しい人間は私が産んであげたも同じことなの。だからどんな命令にだって背くことができないのよ。もし背いたら殺してしまうまでよ。私は今日からあんたという腕っぷしの強い奴隷を手に入れたの。僕は甘んじて女王様の奴隷になります。どんな卑しい仕事でもします。ああ女王様。あなた私を何者だと思う？何だって構いません。たとえあなたが女泥棒でも人殺しでも僕はあなたの奴隷です。当てちゃったわね。え？その通りよ。私は女泥棒、それから人殺しもしたかもしれないわ。まさかあなたが？やっぱりびっくりしたでしょ。ところでなぜ私がこんなホテルなんかに泊まっていると思う？四五日前から緑川夫人という名前でこの部屋を借りているのよ。それはね、狙った鳥が同じホテルに滞在してるからなの。鳥っていうのはね、お父さんに連れられた、それはそれは美しい大阪の糸藩よ。人間ですか？美しい人間は美術品以上だわ。でもただの少女誘拐とも違うのよ。その娘さんを種にお父さんの持っている日本一のダイヤモンドを頂戴しようってわけ。お父さんというのは大阪の大きな宝石商なの。じゃあ岩瀬商会じゃありませんか？よく知ってるわね。その岩瀬親子がここに泊まっているのよ。ところが少し面倒なのは、先方には明智小五郎っていう私立探偵がついていること。あの明智小五郎が？でもどうして私立探偵なんか雇ったんでしょう？先方は感づいてでもいるのですか？私が予告して感づかせたのさ。なんだか胸がドキドキするようだわ。明智小五郎と一騎打ちの勝負をするのかと思うと私愉快だわ。ねえ純ちゃん、素晴らしいと思わない？その数時間後、同じホテルのレストランには明智と岩瀬親子の姿があった。いやいや、今回は明智さんにはえらいご足労をおかけしました。明日の今頃には大阪への帰路につきます。きっと敵も明智さんがいらっしゃるのを見て手出しができへんかったんでしょう。いやさ、どうでしょう。いやとにかくあと一日です。やっぱりただのいたずらやったんですな。早苗には無駄な心配をさせてしもうて。明智先生がいなかったら私不安で東京まで来ることはできませんでしたわ。早苗さん、ご安心ください。大阪のご自宅へお着きになるまで私が責任を持ってお供いたします。ありがとうございます。何も心配することはありませんよ。明智さんがいれば怖いもんなしですな。穏やかな朝食がなされているその真上で黒トカゲたちが策略を巡らせているとは明智は思っても見ないのであった。昭和9年の冬、早苗さんを狙う盗賊黒トカゲが同じホテルに滞在しているとは明智は知る由もなかった。夕食後、ホテルの談話室に岩瀬氏とある夫人の姿があった。ようやく東京での用事を終え、明日には大阪に帰ることができます。もうお帰りですの？せっかく奇遇にもこちらでお会いできましたのに。この夫人こそ他ならぬ黒トカゲである。緑川さん、あんたは
大切なお客様であるとともに気弱な早苗を励ましてくれた私たちの友人です。私はただ塞ぎ込んでいらっしゃるお嬢さんを見たくなかっただけですわ。若くて美しい方にはやはり生き生きとしていてほしいですもの。よかったら少し早苗の話し相手になってやってもらえませんか。あの子は明日から緑川さんに会えなくなるのを寂しがっとるんです。喜んで助かります。おい早苗、こっちへ来なさい。父親に呼ばれた早苗さんは緑川夫人の姿を認めると笑顔でやってきた。黄色の派手な着物に金糸の帯を締めた早苗さんは若い女性にしては大柄だった。パーマがかかった肩までの髪と色白の顔に上品な縁なしの眼鏡は彼女をおっとりと見せていた。何を話されてましたの？別れの挨拶だよ。気の早いこと。早苗さんの一歩後ろにはボディーガードのように明智がぴったりとついていた。お嬢さん、こちらの方はもしや？ええ、前にお話ししていました明智先生ですわ。はじめまして、明智です。ええ、こちらは緑川さん、以前からのうちのお得意様なんです。お会いできて光栄です。明智さんのお名前は存じております。今回の事件もお嬢さんから伺っていましたけど、本当にこうして本物の明智さんにお会いできるなんて夢のようですわ。それにとっても素敵な方、吸い込まれるようですわ。あなたのようにお美しい方と知り合えて光栄です。まあ嬉しいこと。緑川さんは探偵小説がお好きなんですって。明智さんのように本職の方にしたら小説なんてとバカにされるかもしれませんが、今回の件ではなんだか私まで小説の中の人物になったような気がしていますの。現実はそんなに小説的なものじゃありませんよ。いや、そうですね。現に今まで何事も起こってませんからね。今度のことも僕は不良少年かなんかのいたずらではないかと思っているほどです。まあさすがは明智さん。よろしければ少しこの事件についての明智さんのご意見をお聞かせいただけません？お嬢さん、ちょっと明智さんをお借りしてもよろしいかしら。明智先生さえお嫌でないのなら、私は事件のことはあまり聞きたくないの。僕は一向に構いませんが。ではちょっとこちらにおかけになりませんこと。明智と緑川夫人がソファーに腰をかけると、早苗さんと岩瀬氏は他の知り合いのところへ移動した。早苗さんの前では申し上げにくかったんですが、私これはいたずらやなんかじゃ決してないと思います。今度だけはなんだか別なように思われてなりませんの。相手は飛び抜けた魔力を持っている恐ろしいやつだというような。奥さんは仮想の賊を大変ごひいきのようですね。ねえ明智さん、賭けをなさいません？賭けですか？僕か賊のどちらかに賭けるというのですか？ええ。いいでしょう。もし僕が失敗してお嬢さんが誘拐されるようなことがあれば、そうですね、何をかけましょうか？探偵という職業をおかけになりませんこと。そうすれば私持ってる限りの宝石類を全部かけますわ。面白いですね。つまり僕が負けたら廃業してしまえとおっしゃるのですね。わかりました。職業ぐらい何でもないことです。お約束しましたよ。私明智さんを廃業させてみとうございます。僕もあなたのおびただしい宝石が転がり込んでくるのを楽しみにしていましょう。大胆な勝負に出たものである。彼女は満足そうな笑みを浮かべると早苗さんの方へ歩いていった。お嬢さん、ちょっと私の部屋へお寄りになりません？昨日お話ししたお人形をお見せしますわ。ここに持ってきていらっしゃいますの？拝見したいわ。いつも手元から話したことがありませんの。かわいい私の奴隷ですもの。緑川夫人の言う人形とは一体何者であろう。かわいい奴隷なんて実にへんてこな形容ではないか。さあお入りなさい。あら、ここ違ってやしません？204号ですもの。あなたのお部屋は203号じゃありませんの？いいえ、
違いやしません。ここが私の部屋ですわ。緑川夫人は早苗さんの肩を抱くようにしてドアの中に連れ込んだ。かわいそうに早苗さんは待ち構えていた純一青年によって麻酔剤を染み込ませたガーゼを口に押し当てられたのである。部屋から出てきたのは早苗さんそっくりの緑川夫人だった。夫人は早苗さんを裸にしてトランクに詰めると彼女が身につけていたものをそっくりまとったのである。ではしっかり頼むわね。ええ。夫人は風呂敷包みを小脇に抱え人目を避けながら階段を上がった。早苗さんの鍵で部屋へ入り込むと今にある机から岩瀬氏が常に服用している睡眠薬を見つけ出した。そして中身を別の錠剤とすり替えた。それから寝室に入り小さなスタンドの明かりだけにした上で防衛室のベルを押した。お呼びでございましたか。あの下の広間にお父様がいらっしゃるからもうお休みになりましょうって呼んでくださいませんか。かしこまりました。ボーイは早苗さんと疑うことなく去っていった。しばらくするとボーイから伝言を聞いた岩瀬氏が慌てて戻ってきた。お前一人やったんか。緑川さんと意思はなかったんか。気分が悪くなったものですから一人で帰ってきましたの。夫人は顔を陰に暗い寝室から着物だけを見せるようにした。私もう休みますわ。お父様もお休みにならない。一人ぼっちになったらあかんとあれほど言い聞かしてあるやないか。もしものことがあったらどないするんや。お、明智さん。お嬢さんはお休みですか。ええ、今着替えをしてるようです。なんや気分が悪いと言いましてね。じゃあ僕も部屋へ引き取りましょう。では。明智が隣室へ立ち去ると岩瀬氏はドアに鍵をかけいつものように睡眠薬を飲むと寝室へ入った。さなえ、どないや気分は。そう言いつつ彼は彼女の寝ているベッドに近づいた。夫人は毛布を顎までかぶって顔を電灯の陰に背けた。いいのよ、もういいの。私眠いんですから。お前なんや今日はおかしいな。まあゆっくりお休み。岩瀬氏は深く疑わず寝巻きに着替えるとベッドに横になった。夫人のすり替えておいた強い睡眠薬の効き目はてきめんであった。彼は枕についたかと思うとたちまち寝入ってしまった。それから1時間余り経った午後10時ごろ明智が電報を届けにやってきた。岩瀬さん開けてください。岩瀬さん。なんやね想像し。また脅迫状です。何、今夜12時を注意せよ。ちくしょう、またいたずらか。こんなもんで人の寝入り花を起こすなんて。お嬢さんに別状はありませんか。大丈夫、早苗はちゃんとわしの隣に寝ています。岩瀬氏はよろよろと寝室に近づきながらベッドを見た。明智もその後ろから覗いてみたが向こうに顔を向けた早苗さんが眠っていた。窓は閉めてありますか。昼間からずっとすっかりかけ金がかけてあります。明智さん恐縮ですが眠ってたまらんのです。どうぞお休みください。僕はしばらくこの部屋にいましょう。明智はそのまま今の椅子に腰を下ろすと寝室から目を離すことなく監視を始めた。そこへボーイがさっき妙な電報が来たと言っていましたので気がかりになって上がってきたのですけれど。半ば開いたままになっていたドアの外に緑川夫人が立っていた。早苗さんはお休みですの。ええ、岩瀬さんと一緒に。
電報には何と書いてございまして？今夜12時を用心しろというのです。まだあと2時間余りございますわね。お邪魔でしょうけど、お付き合いさせてくださいません？女は賭けに目がないものですの。ああ、さっきの賭けのことですか。どうぞご随意に。二人はしばらく無言のまま向かい合って座っていたが、夫人がデスクにあったトランプを眠気覚ましにと提案したことで、俗を待つ間のトランプ誘引が始まった。2時間が知らぬ間に経過した。もうよしましょう。あと5分で12時ですわ。まだあと一勝負は大丈夫ですよ。そうしているうちに何事もなく12時が過ぎてしまうでしょう。私、この族に限って約束を保護にするようなことはないと思いますの。きっと今に。そう神経質になってはいけませんね。その族は一体どこから入ってくるのですか？え、あのドアから。では、奥さんのご安心のために鍵をかけておきましょう。あの寝室の窓も中からちゃんと掛け金がかけてあるのです。もし窓ガラスを割って侵入したとしても、僕の射撃の腕前をお目にかけるだけです。明智は右のポケットを叩いてみせた。早苗さんは何にも知らずによく眠っておいでですわね。岩瀬さんもちょっとのんきすぎるようですわ。二人とも毎晩睡眠剤を飲んで寝るのだそうです。恐ろしい予告で神経衰弱になっているのでしょう。あら、もう1分もありませんわ。ケチさん、大丈夫でしょうか？大丈夫ですとも。この通り何も起こらないじゃありませんか。でもまだ10秒ありますわ。奥さん、あなたはそんなに賊の腕前を信用なさるのですか？ほら、ご覧なさい。時計はもう12時を過ぎましたよ。やっぱり賭けは僕の勝ちでしたね。明智さん、あなたは本当に賭けにお勝ちになったとお思いになりまして？え？あなたはまだ早苗さんが門を明かされなかったかどうか確かめてもいないじゃありませんか。え、しかし早苗さんはちゃんと。でも、あそこに寝ているのは本当に早苗さんかしら。明智は寝室に駆け込むと寝入っている岩瀬を揺り起こした。なんです？お嬢さんを見てください。そこに休んでらっしゃるのは確かにお嬢さんに違いありませんよね。何をおっしゃるのです。娘ですよ。あれが娘でなくして。早苗。岩瀬氏は早苗さんのベッドに近づき、彼女の肩に手をかけて揺り起こそうとした。だが一体これはどうしたことだ。やられた。早苗さんだとばかり思い込んでいたのは、早苗さんそっくりのかつらをかぶせた人形の首に過ぎなかった。胴体はただの丸められた敷布団だったのだ。名探偵明智小五郎が見守っていたのが人形の首であったとは。犯人がこれほど思い切った子供騙しのトリックを使うとは、さすがの明智も想像できなかった。誘拐は少なくとも2時間前に、あの電報が配達される前に行われたのでしょう。つまりあの電報の真意は、12時まで我々の注意をこの部屋に集めておくことにあったのです。ごめんなさい。でも名探偵と言われる明智さんが2時間も一生懸命にお人形の首の番をしていらしたかと思うとおかしくて。こうなればもう警察より他頼るものはない。あ、はい、明智です。そうか。20分、そんなにかかるものか。10分だ、10分で駆けつけたまえ。御用が済んだら警察を呼び出すように言ってくださらんか。いや、そんなに急ぐことはありませんよ。明智さん、あんた私の娘のことを考えてくださらんのか。明智さんはね、お嬢さんのことなんかお考えになる余裕がありませんのよ。なんとおっしゃる。明智さんは
私との賭けに素人探偵という職業をおかけになりましたの。そしてとうとう負けが決まったものですから、あんなにもうなだれていらっしゃるのですわね。そうでしょう、明智さん。いいえ、僕がうなだれていたのはあなたをお気の毒に思ったからです。私が気の毒ですって？賭けに負けたのは僕ではなくて奥さん、あなたなんですよ。僕が賊を逃してしまったとでも思っていらっしゃるのですか？僕はちゃんとそのくせ者を捕らえていたのですよ。まあ面白うございますこと。ご冗談がお上手ね。冗談ではない証拠をお目にかけましょう。例えばあなたのお友達の山川健作氏がこのホテルを出て名古屋までの切符を買いながら次の品川駅で途中下車し、東京駅で中央ホテルに宿を取ったことを僕が知っていたら、あなたはどう思います？何ですって？そして同氏の大型トランクの中に何が入っていたのか全て僕が知っていたら。嘘です、嘘です。あなたはさっきの電話がどこからか気づかないのですね。では説明してあげましょう。僕の部下からです。いささかでも疑わしい人物は片っ端から尾行してみようと5人の部下に固く言いつけ、ホテルの出口に配置しておいたのです。奥さん、あなたの失敗は僕がたった一人でこの仕事をしていると早がてなすったことですよ。では早苗さんは、そして山川さんはどうなったのです？残念ながら逃亡してしまったそうです。おや、犯人は逃げてしまいましたの？まあそうでしたの。そうとも知らずに興奮してしまって犯人を捕らえたように聞こえましたが、やっぱり逃してしまったのですね。彼は今回の犯罪の首謀者ではないのです。僕がさっき犯人を捕らえたと言ったのはデタラメではありません。ほんならどこに犯人がいるんです？ここに。ここに？我々の目の前にいます。ここはあんたと私と緑川さんしかいませんよ。その緑川夫人こそが早苗さんを誘拐した張本人です。まあとんでもないこと。お連れしました。君は早苗さんの前でもそんなそらそらしい嘘が言えますか？ドアの向こうから現れたのは明智の部下と彼の肩にぐったりと寄りかかった早苗さん、彼女を守るように付き添っている制服警官の3人の姿であった。ハハハ、これが今晩のお芝居の大詰めってわけかい？今回はどうやら僕の負けだね。だがそれでどうしようっていうの？探偵さん、よく思い出してごらん。あんた何か過ちを犯してやしない？右のポケットを触ってごらんよ。お、あなたの大切なピストルはここにありますのよ。さあ皆さん、手を挙げてくださらない？さあ手を挙げなって。彼女のさっき走った表情を見ると誰もが手を挙げないではいられなかった。彼女は黒トカゲそっくりの素早さでドアへ駆け寄った。明智さん、これがあなたの第二の過ちよ。彼女は左手を後ろに回して、さっき明智が鍵穴に刺したままにしておいた鍵を抜き取ると顔の前で振ってみせた。そしてピストルを構えたまま片足を廊下に踏み出した。それからお嬢さん、僕は決して断念しないよ。お嬢さんは改めて頂戴に上がります。じゃあさようなら。閉じ込められたんですか？あ、もしもし、明智だ。お急ぎでホテルの出口という出口に見張りをさせてくれたまえ。緑川夫人、うん、緑川夫人を捕まえるんだ。支配人やみんなに早くそう言ってくれたまえ。あ、それからボーイに岩瀬さんの部屋へ合鍵を持ってくるようにと。岩瀬氏の部屋を出た黒トカゲはお急ぎで階段を降りると自分の部屋へ入った。そうして3分後青年紳士の姿になって堂々と正面玄関から出ていった。そう、緑川夫人を捕まえるという明智の機敏な手配、それ自体がまたしても過ちであったのだ。翌日、岩瀬親子は
大急ぎで大阪の自宅へ帰った。明智は大阪でも岩崎に身を置き、早苗さんの身辺を守ることになった。さて、ここで今まで物語には一度も現れなかった一人の女性の話に移るとしよう。その女性は早苗さんそっくりであった。大阪市内の盛り場を用も投げに散歩していた彼女の後ろを老紳士に変装した明智がつけていた。彼女の方もとっくにそれに気づいているらしく、コーヒー店へ入るとコーヒーを二つ注文したのである。お一人かな。おじさんもきっと来はると思ってコーヒーを注文しておきましたよ。で、どうじゃな失業の味は。なんで知ってるの。桜山陽子、何は大阪商事のタイピストであったが、和訳と喧嘩して今日クビになったばかりじゃ。ただ大阪の町中を歩き回って一体これからどうするつもりなんだい。それを聞いてどうなさるの。もし私が今晩からストリートガールに転業したんやとしたら。品の悪い口聞くでない。変な意味ではなく、わしは真面目に相談しているのじゃ。あんたはわしに雇われてくれますか。え、何は大阪商事の5倍、月給200円を払いましょう。昭和9年の200円とは現在の100万円ほどである。ほんまですの。ああ、本当ですとも。これには少し込み入った資材があるんじゃ。で、あんた両親は。ありません、一人ぼっちです。おお、よしよし、万事好都合じゃ。このまますぐにわしと同行してくだされ。明智はタクシーを拾うとバス停のある建物の一室に行き、陽子に着替えをするように指示した。それは派手な模様の着物一式と毛皮の襟のついたコート、それに上品なパーマのカツラだった。ああ、実によく似合ったぞ。あとはこのメガネじゃ。よし、すぐに出かけるとしよう。外には一台の車が待っていて、二人が乗り込むとすぐに走り出した。陽子は車内で仕事の内容を聞かされた。さあ陽子さん、用意をして、そろそろかっきり10時だ。素早くやるんだよ。突如車は邸宅の通用門らしきくぐり戸の前に停車した。陽子は夢中で車を飛び出すと、そのくぐり戸の中へ駆け込んだ。すると入れ違いに内側から駆け出し車に飛び込んだ女性がいた。それは早苗さんだった。早苗さんは陽子と入れ替えに明智の手によって保護されたのである。それから1週間後のことである。岩崎家の邸宅の要所要所の窓には鉄格子がはめられていた。岩瀬氏とその夫人は奥の部屋に閉じ込めた早苗さんのことを心配していた。最近の早苗は青い顔をして塞ぎ込んでばかりで、少し気を引き立ててやれたらいいのですけど。ちょっと用心が手厳しすぎたかもしれん。せや、あれを見せたらきっと喜ぶに違いない。何ですの。今日出来上がってきた応接間の椅子のセット、それを見に来るように言ってくるよ。さなえ、お前の好みで注文した椅子が今日できたんや。一度見てきてごらん。でも私。そんな愛想のない返事をするもんやない。ええから来てごらんなさい。この半月、さなえさんの部屋の向かいでは明智が寝泊まりして見守っていた。しかしこの日明智は午前からやむを得ない所用で外出していた。どうや、思ったより立派な出来栄えやろ。綺麗ですこと。でも少し座り心地が硬いようですわ。そりゃこしらえた手は少し硬いもんなんや。旦那様、先場の店からお電話です。しゃあねえな。おい、いいか、この応接間から目を離すんやないぞ。二人で廊下を見張ってるや。かしこまりました。電話の結果、岩瀬氏は店へ出向かなければならなくなった。
応接間に残された陽子は一つ一つの椅子の座り心地を比べていたが、しばらくすると飽きてしまい部屋へ戻ろうと立ち上がった。そしてひょいと振り向いたまま立ちすくんでしまった。彼女の目の前には一人の異様な男が立ちはだかっていたのである。もじゃもじゃの髪の毛に顔中の武将髭、ギラギラとした目に破れた背広、純一青年の変装である。おっと、声を立てちゃいけないよ。手荒なことはしやしない。純一はやにわに彼女に踊りかかると、麻酔剤を染み込ませたハンカチで彼女の口を押さえた。それにしてもバカに静かだな。お嬢さんはソファーで寝てしまったんじゃないか。まだ早苗は応接間にいるの？はい、あまりに静かなので少し変に思っているのです。様子を見てみましょう。早苗さん、どうされました？純一が長椅子の上にぐったりと死んだように寝そべっていた。貴様何者だ。うわ、たまんで、こいつ酔っ払いだぜ。長椅子の下にウイスキーの瓶が。すまねえ、俺もうダメだよ。苦しくってもう飲めねえ。おい貴様、一体どうやってここへ入ってきたんだ。そりゃおめえ、蛇の道は蛇だな。おい、お嬢さんの姿が見えないぞ。おいお前、ここに美しいお嬢さんがいらしたはずだ。どこだ。美しいお嬢さんだって？お会いしたいね。ほら、久しく美しいお嬢さんの顔を拝んでねえんだよ。この人に聞いても無駄よ。早くおまわりさんを呼んでちょうだい。こうして純一は地元の警察の留置場にぶち込まれた。後には彼の吐いたもので汚れた長椅子と耐え難い臭気とが残った。おや、ヘドばかりじゃありませんよ。大変な鍵先だ。あいつ刃物でも持っていたのか。長椅子がひどく破けてますよ。嫌だね、そんなものを応接間に置けやしない。誰か家具屋へ電話をかけてね、取りに来るように言ってくださいな。酔いどれ騒ぎが一段落すると、早苗さんの邸内大捜索が開始された。くまなく探し回ったが、彼女の姿は影も形もないのであった。早苗さんの姿が忽然と消えたという急報に接して、岩瀬氏と明智が帰ってきた。二人は岩瀬夫人と書生二人とともに今で慌ただしい会話を取り交わしていた。まさか脇見をしていたんやあるまいな。いえ、断じてそれはありません。とすると結論はたった一つ、あの応接前へ出たものも入ったものもなかったということです。ご主人、あなたがお嬢さんにお見せなすった椅子は今日届けられたのですか。ええ、あんたが出かけられて間もなくに。妙ですね。もしや。明智は立ち上がるといきなり部屋を出て行き、たちまち駆け戻ってきた。長椅子をどこへやったんです。つい今しがた家具屋の職人が受け取りに来たので渡してやりました。酔っ払いが破いたり汚したりしたものですから、急いで取りに来させましたの。おお、困ったことになってしまった。ちょっとそのお電話を拝借します。明智は書生から聞いた家具屋の番号を口移しに交換手へ怒鳴った。あ、こちらは岩瀬の屋敷です。取りに来てもらった長椅子はもうそちらに着きましたか。いやー、どうも遅くなってすみませんな。実は今店のもを伺わせようと思っておりましたんですわ。なんだって？こちらではもうさっき渡してしまったのだが。いやいや、そんなはずはございません。手前どもではまだ誰もお屋敷へ伺っておりませんので。そこまで聞くと、今度は警察へ電話をかけ捜査主任を呼び出した。明智ですが、そちらで逮捕した例の酔っ払いですがね、あの男が汚した長椅子を家具屋の名を語って屋敷から持ち出したやつがいるんです。至急その偽物の家具屋を手配して捕らえてくださいませんか。あの長椅子の中にはお嬢さんが入れられていたんです。あの酔っ払いが逃亡した。あいつは犯人の手下です。全力を尽くしてください。では後ほど。どっかで長椅子を本物とすり替え、男が長椅子の内部に隠れていたんですね。そして娘が一人になったところ、男は椅子から抜け出し娘を。お察しの通りです。
まったくおとぎ話ですよ。早苗さんを長椅子の中に隠し、その上で酔っ払ったふりをしたというわけです。江戸川乱歩の小説に人間椅子というのがありますが、小説の荒唐無稽を黒トカゲはまんまと実行してみせたのです。長椅子も酔っ払いもおとぎ話のように消え失せてしまいました。翌日、宝石商令嬢の誘拐事件は新聞記事によって全国に知れ渡った。夕刻、岩瀬家に黒いトカゲの模様が描かれた手紙が届いた。昨日はお騒がせして恐縮。お嬢さんをお買い戻しになるお気持ちがありましたら、以下の条件で商談に応じても良いと考えます。代金、ご所蔵のダイヤモンド、エジプトの星1個、支払い日明日午後5時、支払い場所通天閣展望台、支払い方法岩瀬正兵衛氏単身にて現品を持参すること。この条件に少しでも違反したる場合、または警察に知らせたる場合、令状の死をもってこれに報いる。エジプトの星ですか。あれは39カラットもある国宝とも言うべき宝石で、20万円はくだらんでしょう。現在の10億円相当である。残念やが、いかなる宝石でも娘の命には代えられません。敵の企みにかかったと見せかけて宝石を渡すのも一策でしょう。しかし岩瀬さん、お嬢さんもその宝石も必ず僕の手で取り返してお目にかけますよ。その翌日、約束の午後5時少し前、岩瀬氏は敵の条件を守り、ただ一人通天閣の展望台にやってきた。昭和9年、そこはモダンな大阪の象徴としてにぎわっていた。しかし閉館時間間際であったため、他の遊覧客はなく、売店の夫婦が寒そうに座っているだけだった。お久しぶりでございます。緑川、いや、あんただったね。お嬢さんはお元気でいらっしゃいます。お約束のものはお持ちくださいましたでしょうか。調べてみたらええ。ありがとうございます。ではちょっと拝見を。ああ、なんて素晴らしい。さ、これで代金の支払いは済んだ。あとは君の方から娘が帰ってくるのを待つばかりやが、わしは君をこんなに信用してええのかね。それはもう間違いなく。ではお先にお引き取りを。私一足後から帰らせていただきます。岩瀬氏を見送った黒トカゲはしばらく神経質にイライラしながら双眼鏡で塔の下を眺め回していたが、突然売店に近づいていった。もう店じまいですが。いえ、さっきあそこで話していた男の人がいたでしょう。あれは恐ろしい悪人で、私を塔の下に待ち伏せしているんです。どうかお願いです。着物を取り替えっこして、しばらくの間私の替え玉になって、あちらの欄干に立ってくださらないでしょうか。この私があなた様にですか。あとご亭主さん、すみませんけれど、おかみさんに化けた私をその辺まで送ってくださらないでしょうか。お礼は十分にします。彼女はお金をおかみさんの手に握らせた。夫婦はボソボソと相談していたが、この突飛な申し出を承諾した。薄汚れたエプロン姿になり、髪型を崩した黒トカゲはどこから見ても売店のおかみだった。なんや、カーカーのやつ、へへ、貴婦人みたいにすまし込んどるわ。じゃあおかみさん、お願いします。さあ旦那さん、急いでください。黒トカゲと頭から顎にかけて包帯を巻いた亭主は、群衆をかき分けるように寂しい方寂しい方へと歩いていった。もう大丈夫ですわ、ありがとう。まるで私たち駆け落ち者みたいね。その包帯どうかなさいましたの。あ、いや、中耳炎をやってしまいましてね。大切にしなければいけませんわ。でもあなた、いいおかみさんを持ってお幸せですわ。なに、あんなやつどないもしようがありませんわ。じゃあこれでお別れします。あの着物はおかみさんに差し上げますから。
そう言うと彼女は大通りに止まっていた車に乗り込んだ。売店の亭主は黒トカゲの車が動き出すのを見ると、通天閣の方へは帰らないでタクシーを捕まえて乗り込んだ。あの車を追跡してくれ。チップは十分に出そう。彼が古い着物を脱ぎ捨てると、その下からはカーキ色の作業着が現れた。続いて包帯を解き、隠されていた顔をあらわにした。明智小五郎だった。黒トカゲを乗せた車は暗闇の中をノロノロ運転していたが、停車したと思うと方向を変え引き返してきた。誰も乗っていないということはここら辺で降りたに違いない。明智は車を待たせ、疑わしい一角を入念に調べてみたが、運河があるだけだった。運転手さん。え？あの屋形船に明かりがついている障子があるだろう。自動車の向きを変えて、あの障子をヘッドライトで照らしてもらえないか。あ、それからこいつは少し難しい注文だが、ヘッドライトをつける前に君に悲鳴を上げてもらいたいんだ。大声で助けてくれと言ってね。できるかい？いや、妙なゲートを演ずるんやね。よろしおま、やってみましょう。車は静かに向きを変えた。明智は落ちていた大きな石を抱えると川岸へと降りていった。助けてくれ、助けてくれ。川へ飛び込んだと思ったのか、屋形船の障子が開いて顔が出てきた。そこをタクシーのヘッドライトが直射した。その顔を明智は見逃さなかった。それはおかみさんに化けた黒トカゲだった。すぐに明智は次の取るべき行動を考えついた。その翌未明、黒トカゲは大阪湾の小さな港で屋形船から蒸気船に乗り移り、東京に向かった。その蒸気船は貨物船と見せかけた黒トカゲの邸宅であった。船室の一つは広い居間となっており、そこには高価な調度品とともに衣装棚の前にあの人間椅子が据えられていた。そこに純一青年に連れられて早苗さんの身代わりとなっている陽子が入ってきた。お気分はいかが？暴れたりしてすみませんでした。もうこれからはおっしゃる通りにいたしますわ。それがいいわ。でも不思議ね、昨日まであれほど反抗していたのに急におとなしくなるなんて。船員から聞いたんですがね、あなたの部屋で人の声がしたっていうのよ。誰かあなたの部屋へ入ったものがあるんじゃないの？いえ、私ちっとも気がつきませんでした。嘘言ってるんじゃないの？いえ、決して。あの、この船どこへ行きますの？私たちは今東京に向かって走っているのよ。東京には私の施設美術館がありますの。そこにあなたとエジプトの星を陳列するためにね。私そんなところへ行くの嫌ですわ。嫌でしょうけど、私は連れて行くのよ。あんたはこの船から逃げ出せやしないんだから。きっと救ってくださいますわ。救ってくれる？わかった、そういうことね。明智小五郎でしょう。あの探偵さんがあんたの部屋にやってきて助けてやると約束したんじゃないの？いえ、そんなこと。ごまかしたってダメ。さあ、あんたから聞くことは何もないわ。この娘を元通り縛って閉じ込めておしまい。そしてどうにかして明智を探し出すのよ。船内の大捜索が行われたが、手がかりさえ得られなかった。黒トカゲは今に戻ると例の長椅子にぐったりと座り込み、瞑想にふけっていた。が突然、彼女は座っている長椅子を凝視したかと思うと、そのクッションをコツコツと叩いた。明智さん、とうとうバレてしまったか。よくこの船が分かりましたね。通天閣の上から君を尾行することができた男はたった一人しかいなかったはずだぜ。まあそうだったの。売店の亭主が？素敵だわ。でも私なんて間抜けだったのでしょう。そこに室内の話し声に不審を抱いた純一青年が入ってきた。黒トカゲは素早く唇に指を当てるとメモを書きつけた。
この椅子の中に明智がいる。丈夫な縄を持ってこい。じゃあもしや川岸で妙な叫び声や水音をさせたのもあなたの仕業？お察しの通りだよ。やっぱりそうだったの。で、それからどうやって尾行なすったの？自転車を借りてね、岸から岸へと尾行していったのさ。そして夜の更けるのを待ってこの蒸気船に潜入したというわけさ。純一青年を先頭に5人の船員が音を立てぬように注意しながら入ってきた。そして長椅子の端からそっと縄を巻いた。黒トカゲはにやりと笑い椅子から立ち上がった。おい、どうしたんだい？誰か来たのかい？今名探偵をすまきにしたところよ。さあ、その椅子を担ぐんだ。そして椅子ごと甲板から海へ投げ込んでおしまい。ほら行くで。1、2、3。明智を包んだ長椅子はたちまち水面下に没してしまった。担いできた男たちを船室に追いやると、黒トカゲはたった一人じっと水面を見下ろした。明智さん。彼女の顔には勝利への喜びではなく恋人を失った寂しさがにじんでいた。その日の夕暮れ、船は東京湾に入った。上陸したのは黒トカゲと純一青年、そして目隠しをされた陽子であった。一行はとある廃工場へと入っていった。壊れた機械の横を通り事務室とおぼしき小部屋に到着した。板張りの床が三尺ほど横に開き、その下から鉄のドアが現れた。それが再び横に移動するとぽっかりと地下へと続く階段が姿を見せた。三人はその階段を降りていった。純ちゃん、早苗さんの目隠しと縄を外しておあげ。自由になった陽子の目に飛び込んできたのはずらりと並んだガラス張りの陳列台で、宝石が無数の星のように輝いていた。どう？これが私の美術館なの。あんたのお父様にはちっとばかりお気の毒だったけど、このエジプトの星は私の念願だったの。今日こそこの美術館へ収まることになったのだわ。素晴らしいこと。さあ、ではもっと奥を案内するわ。その先は古めかしい名画や大理石像、古代工芸品と美術館の名に背かぬ豊富な陳列であった。でもこれだけではよくできた普通の美術館だわね。私が早苗さんに見てもらいたいものはまだこの先にあるのよ。陽子の目に映ったのはライトに照らされた裸の人間だった。それは4体の蝋人形である。西洋人の女と黒人の男、そして日本の青年と少女。彼らは容貌といい肉体といいまばゆいほど美しかった。よくできた人形でしょ。でも少しよくできすぎてはいなくって、ほら細かな産毛が生えているの。産毛の生えた人形なんて聞いたことあって？え、剥製の動物標本を見たことがあるでしょ。あんな風に人間の美しい姿を永久に保存できたら素晴らしいと思わない？それがこれなのよ。中身は蝋だけど皮膚と毛髪は本物の人間なの。人間の魂や匂いが残っているの。さあ、この奥にはピチピチと動いているものまで陳列してあるのよ。角を曲がるとそこには太い鉄棒の檻があり、24、5歳の水際だった美青年が丸裸にされて閉じ込められていた。彼はどこかの映画スターに似ていた。待て、俺の頭をおかしくさせるつもりか。いっそ早く殺せ。俺はもう一日も檻の中なんかで生きていたくないんだ。まあ、
美しい顔が台無しじゃないの。お望み通り今にやがて永遠に年を取らないお人形さんにしてあげますわ。誰が人形なんかになるもんか。そう、あなたにプレゼントがあるのよ。どこの動物園行っても猛獣の檻には大抵オスとメスとがつがいでいるものでしょ。だから私あんたの花嫁さんをお連れ申したってわけなの。ご覧なさい、美しいお嫁さんでしょ。陽子の顎がガクガクと震え出した。さなえさん、どうなすったの。あなたにはまだお見せしたいものがあるの。今度は動物園ではなくて水族館よ。クロトカゲは震えおののく陽子の手をつかむと次の角を曲がった。そこにはガラス張りの大水槽が据えてあった。間口、奥行き、深さともに一軒ほどで、水の中の様子が手に取るように眺められるものだった。これはね、この中へ人間を入れて遊ぶためのものなの。檻の中で興奮している人間も美しいけれど、水へ投げ込まれた人間の水中ダンスがどれほど素晴らしいか。いかなる名画や彫刻、舞踏の天才だってこれほどの美を表現できて、命と引き換えの芸術だわ。陽子はそれ以上聞いていることはできなかった。自分のこれからを想像し、おびただしい幻想の水を飲み込み失神してしまった。お嬢さん、気分はどうですか。そこは先ほどの檻の中だった。若者同様、陽子も真っ裸にされていた。彼女は屈辱と恐怖から泣き出してしまった。お嬢さん、心配なさらないでください。僕はこんな風をしていても野蛮人じゃないのですから。僕もひどく恥ずかしいのです。ごめんなさい。いえ、あなたが謝ることではありません。夜が明けた。黒トカゲのところへ沖の蒸気船の番をしている男がただならぬ様子でやってきた。すみません。まあどうしたのさ、朝っぱらから。まだ6時じゃないの。変なことがあったんです。変なことって。松子が昨夜のうちにいなくなったんです。もしかしたらどっかその辺でおまわりにでも捕まったんじゃねえでしょうか。そいつは困ったわね。松子は嫌に薄のろで、捕まりでもしたらヘマを言うに決まってるわね。マダム、ちょっと来てください。人形が着物着てるんです。それに体中に宝石が飾られてるんです。本当かい。もしかしたら。そうつぶやきながら黒トカゲは階段を駆け下りた。どうやって檻から出たんだい。なぜ返事をしないの。お前だろう、人形に着物を着せたっていうのは。バカなこと言え。俺は檻の中に閉じ込められてるじゃないか。君でなきゃそれでいいのよ。時にそのお嫁さんはお気に召したかい。お気に召したかって聞いてんのよ。気に入った。この人だけは俺が守る。貴様なんかに指一本なんて触れさせはしない。多分そんなことだろうと思ったわ。純ちゃん、ちょうどいいところに来たわね。あの娘さんを引きずり出してタンクへぶち込んでおしまい。まだ一晩経ったきりですぜ。いいの、むしゃくしゃしてんのよ。すぐにやっつけておしまい。そう言い捨てると黒トカゲは振り向きもしないで自室に引き上げていった。賢明なリスナーの方は気づかれたでしょうか。実はこの純一青年、明智の変装なのです。マダム、お命じの通り運びましたよ。早苗さんは今水中でダンスの最中ですぜ。水槽の前に現れた黒トカゲは興奮に震えながら見つめた。しかし水中のそれは動かず、同じ姿勢のままで表情一つ変えないのであった。誰かいないかい。純ちゃんはどこ行ったの。マダム、大変です。人形が一体足りねえんだ。お前たち、檻の中に早苗さんはまだいたかい。男一人っきりです。早苗さんといや、このタンクに。ありゃ、そう、これがお前さんたちが探してる人形なんだよ。純ちゃんはどこ。さっきまでここにいたはずなんだ。よく探してごらん。この不可解な出来事の連続に、さすがの黒トカゲも油汗をにじませていた。やがてそこにあった椅子に腰掛けようとして新聞に気がついた。
名探偵明智の勝利、岩瀬早苗城無事帰る、宝石商一家大喜び。なんですって？マダム、純ちゃん、いたずらも大概に欲しい。早苗さんはどこにいるの？檻の中にでもいるんじゃありませんか。そう言い捨てると明智は檻に向かった。檻の中にはいつもと違い、ぐったりとうなだれた青年が一人いるだけだった。ちょっとそいつの顔を上げて見せてごらん。こうですかい？なんとその顔は例の美青年ではなく純一だった。どうなってるんだいこれは。おい、しっかりしろ。ほら、目を覚ますんだ。檻の中でうなだれていた裸の純一は黒トカゲに気がつくと正気に戻った。あ、ひどい目に遭いました。あ、こいつ、この野郎、マダム、こいつが俺に化けやがったんです。おやめ、あんたは何者なんだい？さあ、僕は純一ではないんですかね。俺だと？よくも抜け抜けと。純ちゃんに化けたあんたがこれまでのいたずらをしたってわけだね。ニヤニヤ笑ってないで返事をしたらどうだい？マダム、入り口の見張りが縛られてます。この笑い声はもしや、ひげを、そのつけひげを取ってちょうだい。ひげなんか取らなくても君はもう知っているでしょう。その証拠に君の顔はまるで幽霊みたいに青ざめているじゃありませんか。それじゃあなたは明智さん。え？でもどうして？あの海に放り込まれたのはかわいそうな松子だったんです。松子に変装してここに忍び込むため、彼には猿器をつけてあの人間椅子に入ってもらっていたのです。僕はあの椅子の後ろの衣装棚の中に隠れていました。それが君には椅子の中からのように聞こえたのですよ。すると早苗さんをどっかへ隠したのも、あの新聞を椅子の上へ載せておいたのもあなたの仕業だったのね。その通りです。新聞の偽造までして私をいじめようとなすったの？あの記事は本物ですよ。ここへ誘拐されてきた早苗さんは偽物なんだよ。彼女桜山陽子はこの大芝居をまんまとこなしてくれたんだ。僕が必ず救い出しに来ると信じてくれたからこそできたことだ。さあ、種明かしもここまでとしよう。ほら、ガラスの中をよく見るがいい。剥製人形のショーウィンドウに目をやった黒トカゲは言葉を失った。ガラスの中の人形は全て男の背広が着せられていて、手には黒トカゲたちに銃口を向けたピストルが握られていた。警官たちであった。いけない。背広人形の意味を最も早く悟った黒トカゲはいち早く自室に逃げ込んだ。それに気づいた明智は単身彼女の部屋に駆けつけた。開けてくれたまえ、話がしたいんだ。陽子さんと青年は保護させてもらった。宝石も間もなく警察が確保してくれるだろう。だがそのことではなく、もっと別に君に話したいことがあるんだ。明智さん、あなたを一人だけならば。僕一人だ、早く。ああ、遅かったか。君は毒を飲んだんだね。ドアを開けると黒トカゲはその場に倒れていた。明智はひざまずいて彼女の上半身を膝の上に抱え込んだ。あなたに負けましたわ、何もかも。私あなたの腕に抱かれていますのね。嬉しいわ。私こんな幸せな死に方ができようとは想像もしていませんでした。お別れにたった一つ、たった一つだけお願いを聞いてくださいませ。唇を、あなたの唇を。そういう彼女の体はすでに痙攣を始めていた。明智は無言のまま彼女の頬に口づけをした。彼女の顔に心からの微笑みが浮かんだ。そしてそのまま動かなくなった。
したか？それでは、また、次回、お楽しみに。